ゴールキーパーが藤田です。福島、平松、大谷の最終ライン、中盤は西谷と佐藤がセンターにいて、福森、吉永、ワイド、そして2列目山田と今日矢野翔先発です。最前線に宮崎光、ゴールキーパーがポープウィリアムです。最終ラインは奥山、チャンミンギュ、藤原、尾長、中盤高江と下田がセンター、安井と荒木がいて、そしてエリキと今日は藤尾が先発ということになりました。オーストラリア代表戦がありましたので、ミッチェル・デュークはベンチスタートということになっています。そして4月29日の清水戦で J リーグ通算550試合出場達成を果たしました。その矢野希少選手に花束の贈呈です。 J1 で358試合、 J2 で今日が198試合目ということになります。安井で入ってきた、こぼれている、フリーになっている、シュート、わずかに左、決定機でした。栃木いいシュートでしたね、はい、抑えの効いた西谷のシュート、左に吉田、そして2列目の山田もポジションを取りながら引き出そうとしています。またサイドを変えて福森、落として栃木、福島、福森です。クロスを入れてくる、宮崎いる、わずかだ、決まった、ホームの栃木先制、木崎監督の狙い的中したんじゃないですかね。16試合ぶりの先発宮崎の今シーズン初ゴール、うまくねここ右サイドで作って2人で動かしながらね、カットインするスペース作っといて、宮崎選手の強いヘディング、本当うまく当てたんじゃないですか。これはいい形ですね。藤尾が引っ張ってエリキ、藤尾、まあ、よく戻った、よく書き出しました。そしてリスクマネジメント、エリキのカウンターを警戒しています。低め狙ってきた、その後佐藤のシュート、枠は捉えられませんでした。いいフリーキックでしたね、ポープウィリアムも素晴らしい反応。町田に出ました、エリアの中4人いる、ボールこぼれた、剥がしてシュート、ディフェンスが跳ね返しました。荒木もほぼ最終ラインのところ、そして松井も高いポジション、相手の最終ラインとの駆け引き、こぼれてエリキ、エリキ自分で行った、エリキだ、入れる、チャンピングを収めます、速いボール、いやね、エリキまだキープ、うお、受けてシュートだ、エリキの点ゴール、首位町田同点に追いつきました。エリキの2試合連続ゴール、これ大谷選手釣り出されたところ戻ってね、根本選手まで一生懸命戻ってきたんですけど、やっぱこの狭い中いいコンビネーションからね点取りましたね。エリキ選手うまかったですね。前半栃木先制、後半に町田が追いつきました。ノマルで奪う、矢野が空いている、ちょっと時間がたっぷり、しかし剥がした、まあ、サイド矢野、その前にポープウィリアム、狙い悪くなかったですけどね、
ですね、栃木もライン設定ずるずる下げちゃうと危ないので、まあ、このぐらいの高さ。バーサイド折り返した、デューク狙う、勇気を持って藤田が出ていって、ここでタイムアップの笛。終盤町田押し込みましたが1対1のドロー、勝ち点1ずつを分け合うということになりました。